でも今日は裏テーマがあるからね。ポルポンのシーツを買いに行くっていうさ、裏テーマがあるから、そんなにコスプレは重視じゃないんで、ワンチャンね。半々ぐらいの割合ね。コスプレ半の、ベッドシーツ半のって感じ。それで100になるって感じ、今日の配信はね。で、手抜きじゃない、時間がないの、こっちは。こっちは時間がないんだっつってんの。ねえ、もう夕方にはポルポンの家に行かなきゃいけないんだから、ガチャガチャうるさいね。ああでもない、こうでもないって。じゃあやんなくてもいいよ。普通にベッドシーツ買ってもいいよ。じゃラムちゃんの格好なんかする必要ないじゃん、ぶっちゃけね。ただ、ダーリンにかけて、今日はね、組み合わせてるだけでダーリンお願いっちゃってね、シーツ買いに行くっちゃってよね。ダーリンのためにという壮大なコンセプトがあんねん。喉が痛い。企画倒れって、なんか今日長時間だっつうの、私死んじゃうよ、マジで。昨日も10時間以上やってね、今日も10時間コースだね、はっきり言ってね。そんだけね、長くやってくれてありがとうでしょ、本当は。ねえ。なんでもいいじゃんつね、長くやれやさ。そういうとこだよね。本当だよ。あら、今日は長くやってくれんのねっつってゲーム配信やったら3500円でふざけんなっつうの。ね、見たいとか言うけどな。企画倒れでなんだのっつうけど。本当でやってらんねえよ、こっちは。ふざけんなっつうのよ。ね。はみ出はしないけど。ね。はみ出はしないけど。おっと、どうする？めちゃくちゃ漏れてるよ。見てごらんよ。ほら。あ、食べちゃうぞだっけ？うち食べちゃうぞだっけ？ダッチャもそうだよね。好きダッチャってね。ダーリンのこと好きダッチャっての。早く人間になりたいよ。だからベムとベラでしょ、それ。ね、闇に潜れて生きる俺たち妖怪人間なのさってね。ベム、ベラ、ベロってね。よし、行こう。オッケー。よし、ダッシュ。ねえ。これ朝だもん。4400円。茶色も買ってってあげようよ。灰色と茶色みたいな、この両方。はい。あ、もう出ます、これ買って。はい、すいません。あ、基本こっち今映ってないんです。もう買い物出てすぐ帰るね。はーい、これでいいや。これ2枚。もう。色ブランでいいや。ありました。玉ねぎ、人参、じゃがいも、なす。あとなんだろう。チーズ。チーズね。はい。店内の撮影はご遠慮ください。あ、そうですか。じゃ、これ、映んないんで、画面。でも、もう、こういうカメラ持つとやめてください。あ、じゃ、これ外します。外してください。はい。これで大丈夫ですね。今、確認。店内なのですけど、他のお客様から通報されましたんで。あ、そうですか。じゃ、音声でやります。音声でもダメです。音声でもダメなの？音声ダメです。録音、撮影は全部禁止です。これ、いや、意味わかんねえ。ね、確認してもらったんで、切ったとこをね。出頭とかじゃなくて、切ってんのにまだ取ってんだろとか言うんだよ。だから見てって、確認してって。今ね、レシピの調べ物をしてるだけでってね。確認してんのになんか警察呼ぶとか言うかな。携帯を手から離せとか言うのにわけわかんねえ。そんな権限ないし、取るなっていうのもわかるけどね、携帯を持つなっていうのもわけわかんないの。そんなこと言われたの初めてなのよ。ねえ、携帯を手に持つなって。もう証明写真も撮らないよ。もう無理だよ、これ。今日。無
無理、外配信できない、こんだけ人いると。お買い物すらできないんだもん。そういう店名を出すのもやめなさい、店名もう終わったことだから。撮影禁止なの分かるよ、切ってから手に携帯持って何してんだって言われたのよ。だからカチンときたな、私も切ったの確認し、目の前で私切ったんだよ。いや撮ってないですよって言ってるのに手に携帯を持つなと。だって買い物のレシピ調べてたのに、私もね。じゃあ他のお客さんで携帯持ってる人注意するのかって言ったらしないじゃん。ねえ、私は今撮ってないですよって。ただ電話が鳴ってるって、ずーっとね、撮ってる撮ってるって。切ってからもずーっとその電話が鳴ってたんだって。だからもう買い物するから、じゃあもうね、買い物させてレジだけなんでっつったら警察呼ぶって。手から携帯離せっていうか、もう意地でも離せなかったんですよ。撮影禁止わかる、そこまでわかるけど、手に携帯を持たないでくださいっつうのは意味わかんねえだろっつうの。そんなこと言われたら怒んない。みんな持ってレシピとか調べてんねん。ね、目の前で切ってんのを見せて、撮ってないですよって言ってるのに、携帯を手から離せなんてさ。仕事を縫うんじゃなくて、もう切ってんだからいいやんって、しつけよって感じだよね。警戒してるでも何も、だって確認は取れてんだからさ、切って目の前で切ったのピッて。ほんと手から手、携帯を離さなきゃ警察を呼ぶっていうの意味がわかんない、取ってないのよ。だ私はね、あの調べ物があるんで持ってるだけですってね、取ってもないしっつったら、じゃあ警察呼びますってどっか行っちゃったよ。呼べよって感じだよね。ねえ、無事買い物できたんで、普通に買い物できたんで、疲れた。この囲いまめだ、電話するやつが悪いの、電話しなきゃいいのね、え、普通に楽しく見りゃいいのにね。全然面白くないの、電話しようなんてね。全然今流行んないの、警察ゲーとかね、そうね、電話ゲーとか。東急ストア禁止じゃないです、禁止なんて書いてません。入り口にね、撮影禁止とか貼ってあるスーパーまで、東急ストア貼ってありません。イオンとか禁止のマークあるけどね、携帯の撮影。こんだけだけど、だって買い物配信できないのに、しょうがないよ、もう買い物配信。それを言っちゃ全部の店舗、全部の店がダメになるよ。いや、ファミレスもダメ、買い物もダメ、コンビニもダメだよ、本当は。キリがないよ、そんなん言ったら。ねえ。全部の店がダメだよ。お外は配信ができないってことになりますよ。今日はもうダッシュでやりたかったんで。もう家帰って写真もちょっとね、撮れなかった、もう。ね、今日、もうポルポン、あ、ここでお願いします。ポルポン枠でやるんでね。私はもうこっから配信つけないんで、朝まで。OK。よし、よかった。ミッションコンプリート。
準備配信できないできない、もう夕方には行かなきゃいけない、メイクして準備して、無理無理無理。あと場所がバレちゃうんで、配信をつけていくとバレる可能性あるんでね、今日はかなり徹底的に行きます。まあ、そんな感じでお通常です。ポルポン枠で会いましょう。はーい、お通常です。